今日なんかこんな感じなんですね。ポリ並べ、せーの、僕ら全力少年隊。違う今日ね、はい、さあ皆さん交通安全に気をつけましょう。そして町の安全は警察が守る、畑は彼らが守ります。 VTR どうぞ。キャラがもう、さあ今回の全力少年隊は田んぼや畑で役立つものを作ります。テーマの発表お願いします。せーの、かかしを作ろう。はい、ということで、まあ、お二人はご存知ないかもしれませんけれども、はいはい、あの別の全力少年隊のチームでですね、はい、あのお米、はい、スイートコーン、はい、今絶賛あの育て中です、はい、らしいですね、らしいですね、なので、はいはい、その大切な作物を守る、はい、かかしをですね、なるほど、今回は君だし、全く作物に役立ってないいやいや、この2人で肌脱いでいただこうと。なるほどね、さあ、それではかかし作り材料の紹介、たけるくんお願いします。はい、まずは鈴木さんの後ろにありますこちら竹、はい、これですね、はい、これが大元になりますので、骨組みみたいなもんですね。そうですね、はい、あとは古着、お今日各自持ってきたということで、うんうん、はいはい、ありますよね、古着でございます、はい、あとはこちらね、全力ではおなじみガム手でございます、はい、各々でゴミ袋だったり、うん、バケツ、いろいろ材料ありますので、はいはい、あとなんかこう使ってないパーティーグッズ的なものもどうやらあるらしいので、はい、まずはじゃあどんなものを作るのか、はい、教えてもらっていいですか、イメージを。あ、そうですね、あ、僕から、はい、まあ、若干イメージしてきたんですけど、かかし、まあ人なので、僕はちっちゃい頃から憧れてた人、選手。あきらくんは？僕ですか？僕はあの皆さんご存知であろう方ですね。特にこのテケテレ見てる方は知ってると思いますけどね。で、僕はね、なんて言ったらいいんでしょうかね、大好きな人です。なるほど、だろうな。ほらそうだったの？カット分かってて言うてるやん。そういった鈴木さんは？僕はですね、はい、やっぱこの田園風景に、まあ、逆にこうギャップをもたらそうかなと。で、違和感をそのやってきたやつらに与えると。まあまあ、ほう、そんなイメージですかね。ここあたりかな、もう大体だけどね。ちょっと、もうどうせネタバレするから、はい、君たちに先に見せとくわ、はい、俺のかかしのインナーはこれこれは視聴者の皆さんは気になることでしょう。我々も衝撃これを見ようっていう回でもいいぐらいですね、本当ね見たいね、それね。これこういうのを見続けようっていうのでもいいかも、ほんと。やべ、これ終わりが見え俺先に運んで立てて帰るからね。マジですか？そこ待ってくれないんすか？俺とかもうどっちかというと土台出来上がったからね、もうね。丸い同士だと接点が少ないじゃないですか。ちょっと開けたんですよ。ちょっとガツッとね、噛み合うというわけでございます。ていうか、それあのズボンちっちゃくね。まあ、ちっちゃいけれども、いや、ちっちゃいんすよ今日のスープ。何やぞ。はいはい、スピード第一はい、手から先なんもないね。頭でかっ。あー、もうでも顔変えちゃうかな、いよいよ。顔ってコピー取れるんですかね。取れる？取れます。怖い。目開けてて欲しかった。あ、目開いてますね。開いてないよ全力でつぶってるから。せーの、できたー。
ということで、我々のカカシ見事完成いたしました。頑張ったよ、今回は。大体1時間半かかりましたけど、はい、見事完成したということで、はい、順に見せていきたいと思います、はい、まずは鈴木さん、はい、準備よろしいでしょうか。はい、では鈴木さんのカカシはこちらでございます。はい、どうぞ。こちらです。はぁ、私のカカシはこちらです。はい、こちらのカカシのタイトルはThis is it 、マイケル続くソンです。これ何が怖いかって、15歳の俺と45歳の俺がいるというそうですよね。顔が2つあるぞ。これすごいですよ、この T シャツ。もう ね、年季入ってますけどもね、もうこれ獣もね、おののくだろうと。これはちょっと怖いです、以上でした。あれだけだって獣が近づいてきたら俺もここに入れられると思ったのにビビるよね、これね。俺も入れられる、俺もこれいらないかなとか、ディレクターがあと2つって言うからやっぱあの、マイケルさんはほらファンタジーでしょ。はいはい、ね、入れましたけどもね。はい、はい、さあ、続いてはあきらくんのカカシの登場です、はい、どうぞ。こちらでございます。いい、でーん、もう早速いっちゃいますよ。はい、僕のカカシ、はい、こちらでございます。じゃーん。テーマは何でしょう。自慢の兄です。え、これお兄ちゃん。お兄ちゃんですよ。お兄ちゃんとシロ君。今回ですね、あの、いらない洋服持ってきてくださいって言われたんですよね、カカシに使ってもいいよって、こう考えた時に、まあ、僕のお兄ちゃん優しいわけですよ、お洋服くれるんですよ。ってなったらですよ、今回ですね、全部お下がりです。なるほど、全部シロだ。そうです、ポイントとしてはこの、このこれ何ですか。何でしょう、三味線ですか。違いますね。ゴミ、これ何。ゴミって言うな。ゴミ袋やからベースでしょ。ベースね、ベースです。ベースマガジンにも載りましたからね。そうですよ、とこんな小さかったんでしたっけ。俺思ったんですよ。何ですか。ちっちゃ、こんなにちっちゃかった。だいたいこんなもんですよ。だいたいこんなもんですよ。そんなこんなやったっけ。さあ、それでは大鳥はこの方のカカシです、どうぞ。私のカカシは、はい、こちらです。しっちゃん。おお、もうこれわかるでしょう。今おーと言いましたけども、この角度は、はい、憧れの選手、はい、イチローでございます。出ました、イチロー。これも、はい、ポーズがもうわかるでしょ、これは。これはね、はい、よく寄せたね、ここまで ね。でも唯一あれですね、はい、我々のカカシでもこうじゃないですか、はいはい、そうなんです。これこれ、そうなんですよ。今回こだわったのが関節。関節、はい。え、まさか。おお、あれ動きます。え、じゃあフレキシブルなんですか、これ。そうしてる。あ、ほんとだ。すごいっしょ、これ。あ、ほんとだ。あとはやっぱり肉付けを。野球選手だからね、はい、だってほら、お尻回りと野球選手のお尻周りね、しっかりしてます。これはもうやっぱイチロー先生走ってますね。いいお尻でしょ、これ。はい、そう、大事なポイントやね。そうなんですよね。さあ、じゃあこれ実際に全力の畑に行って立てましょう。うわあ、あららら、出てる。うわうわうわ、1週間前を植えたの、マジですげえ。うわ、すごいすごい、5センチぐらい伸びてる。すげえ。ここにだからキングオブポップか野球界のもうレジェンドか、はい、ローカルスターけど僕背丈あるんで、うん、僕田んぼの方がいいと思うんですよ。ああ、それでいくと僕も結構背丈ありますからね。うちの城は大丈夫よ。だから下埋まった。こんなもんですよ。スイートコーン見守ってもらうためにはもうしょうがなかったんですね。なるほどね。しっかり目開けてね。怖い、めっちゃ見てるからコーナー、ここですね。刺しまーす。アンドロイ来ますみたいな。うわー、おー、来た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 。よし、その暗闇にその写真怖いっすね。これはジャパニーズホラー的な感じがすごいするんですよね、僕は。あ、いいね、もう下半身全然見えない。ローカルスタイルと全然見えてない。うちの兄をバカにするな。やっぱ場所をさ、This is it の場所交差したとことか全然見えんやん。そう、変えてくるわ。マジっすか。マジで。よし、満足っすか。うん、 OK です。
さあ、というわけで、はい、かかしを無事立てまして、はい、お米と、うん、スイートコーン、はい、実りますように、はい、いや、ね、うん、あとはすくすく育ちますように、お祈り申し上げます。顔上げた方がいいかな、もっと。いや、一緒でしょう、もう。いやー、いやなかなかいいのできたと思うんですけどね。はい、はい、おお、どうされました？めっちゃご機嫌があんまりよろしくな。しかもあれで、ね、どうやら俺を睨んどるね。そうやな、うん、もう物も言わない。もう、あら、これはもう大丈夫。これあれまだ身長あるわ。そこだ。もうちょっとあるわ。ごめん、もう最後もうハンマーでゴッツンゴッツンちゃって。おお、うまい。こんなボン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 。ディレクターいね、今ね。なんか見ながらちょっと痛くなってきたわ。怖いわ。ちょっともう当てれっこしてくれたもんね。痛い痛いって言うわ。もうあれ、俺まあまあお気に入りの洋服やぞ、あれ。あれも、マジで。分かってる分かってるけれども、まあ、ちょっともう悪くなってたから。でもそれで着ないよりかはもうかかしとして使った方がいいんじゃないのかなと思ったんですよ。まあ、これ全力少年隊出たことないのに、あれは出るっていう、ね。ああいう形で。確実ある意味。そうね。そういうこと。でもはい、そういうこと言うやけど、はい、ヒロ君はカカシとしてはやっぱダメやわ。あ、そうです。どういうこと？優しすぎるもん。もうちょっと言ってる意味がよく分かってない。なんか急に、急に成り立ってないわ。え、カカシとしては。あ、そうですか。まあ、なんて言ったらいいかわからないですけど、今もう設置してからどれぐらい経ってるんですか、ね、大体ね、多分1月ぐらい経ったと思うんですけど、ね、うん、今もう立てた状態だったので、はい、その1月経ったら一体どれぐらいになっているのかというのを、ね、ちょっとご覧になっていただきたいと思います、はい、どうぞ。今日でもいいな。なんでこんなロマンで、待って待って、田んぼメインやん、これ。田んぼがメインになってるわ。引きの絵。あれは顔がなくなってる。キモラさん、顔がないや。顔がない、まあね、怖かったからいらないですけどね、あれね、はい、あとはおお、これちょっとね、手がおかしなくて、俺が上がってるけど、肩上がってますね、いいですね。いや、でも、ちょっと倒れるんじゃないかなとか心配してたんですけど、今も畑を守ってくれているということで、ね、だいぶ育ってる、ね、見守ってる、はい、ということですけれどもね、まあ一番僕はやっぱりこのカカシ、やっぱドキッてするじゃないですか、生き物も見てね、はい、やっぱり一番びっくりしたのはね、はい、着替えてからね、木村さんが今マイクつけてなかったそこですよね、今ね、びっくりしましたね。びっくりするでよ。今写真に変わった瞬間にスタッフさんがマイクつけてくださいってね、なんか当たった線だと思ったんですよ。もう大体そういうの見たのはね、この前の2人です。2回僕は経験してます。はい、ということで以上、僕ら全力少年隊のコーナーでした。さあ続いて CM の後は平野時間です。すいません。